面倒が起きるとすぐに私を使って助かろうとする。マリボーでも、マリボー覚えてる？頼むから話をすり替えないでくれ。俺ならいいか？場合によるわ。どちら様？リビアのゲラルト、ウィッチャーだ。ヤマイたちのエブリン・ギャロか？仲間うちの名前だ。落ち着いてメリン、選ぶる必要はないわ。私に何の用なの？1対1で話したい。エブリンは隠し事はしない。それにベンチを並べるはずよね、今すぐに。だが、さて、もう一度聞く。目的は？仕事を頼みたい。本当？どんな内容？ある競売場で正体を隠して演じてもらう。観客はいない。報酬は持てる限りだ。ゆすりに来たってわけじゃなさそうね。その、実は問題があるのよ。よし、行ってみろ。問題とは何だ？ショーを予定していたの。チケットは完売してた。なのに、友人で同僚の鷹の目番が怪しいお酒を飲んで目が見えなくなったの。悲しい話だけど、それ自体はどうでもいい。観客が待ってるの。だから彼の代役を見つけるか返金するしかない。でも面倒なことにお金を使い果たしちゃって。はあ、だんだん話が見えてきた。それなら要点を言うわ。バンの代役を務めて。何をすればいい？日の輪くぐりでもするか？いえ、石弓を打って的に当てるの。石弓の腕は悪くない。いいだろう、乗った。そう来なくちゃ。じゃあ始める？お客さんがイライラしてきてる。今すぐか？リハーサルなしで？何をリハーサルするの？打って的に当てるだけよ。わかった。やるしかない。始めよう。気に入ったわ。危険を顧みず、果敢に挑む男。来て。さて、お集まりの皆様、本日のメインイベント。目の前に立ちまするは、リビアのゲラルト。アングレ、ドルブラサンダ、ロビンデンでの射手コンテスト優勝者。おい、すごい。おい、俺は。し、ゲラルト、一瞬身を持ってさっさとして。ゲラルトによる妙技でした。この度はお忙しい中ご来場いただきありがとうございました。あの人がエルフを打たなくて残念だよ。それなら最高だったのに。まったく、五体満足で終えられて嬉しいよ。よくやったゲラルト。とりあえずショーは済んだわ。次は何？近くに薬草医が住んでる。思い当たるか？そいつからノコギリ草の液をもらってくれ。なら怪しげね。そういうの大好き。じゃあね、りっちゃん。
ほう。話を伺うとするか。あのバツラブの野郎はどうしてこの舞台に。志願したのさ。衛星兵を買収して支持を得たらしい。あいつ頭のネジが緩んでる。ああ、れっきとしたイカレ野郎だ。試験をパスできなかったみたいな。だが金を払ってまで軍に入るなんて。ああ、足元に注意しろ。料理人に関する情報はないな。話を伺うとするか。なあ、ボスとボルソディ、娘がいる。なぜ知りたいんだ。当然だろう。あんな金持ち一家の一員になれたら一生遊んで暮らせるじゃない。悪いことは言わん。ボルソディ家に興味を持つのはやめておけ。どうしてだ。トラブルしか起こらないからさ。王になるだけだ。大した情報はなさそうだ。話を伺うとするか。今日の飯は魚のスープらしいぞ。本当か。誰に聞いた。聞いたんじゃない。今朝西門を抜けた時、釣り竿を持ったマーテンが桟橋にいるのを見たんだ。あいつは料理人の鏡だな。物資が不足してると文句を垂れず、俺たちの胃袋を満たそうといろいろやってくれる。そうだな。ただもう少しニンニクを減らしてくれれば。西門近くの桟橋か。すぐに見つかりそうだ。うわっ。料理人に違いない。いや、釣れてるか。まずまずだ。儲け話が。なんだ。とある薬があるんだが、金を払うから要塞の兵士のスープに混ぜてほしい。危険な薬じゃない。せいぜい魚が腐ってたと思われる程度のものだ。そいつはえらく高くつくぜ。あまり足元を見るんじゃない。お前は親切心から無償で俺に手を貸すんだ。いや、手を貸すよ。親切だからな。合図を待て。他言は無用だ。ランエクステルのイボンヌ伯爵夫人のネックレスも君の仕業だな。ねえ、速攻をよじ登って寝室に入ったの。やっぱりね。ああ、やっとか。全員揃った。始めるぞ。
この強盗は遊びじゃない。だから疑問があったり確信が持てないものは今抜けてくれ。後からは無理だ。ボルソディ家の競売場、その金庫室が目標だ。エブリンは見回りがこの角に来たら塔から入り込み、そして縄を落とせ。5分以内だ。時間は足りるか。十分よ。素晴らしい。全員が塔に入ったら競売場へ向かう。中に警備はいないはずだ。いた場合にはゲラルトの力を借りる。それから金庫室へ降り、クイントが鍵を開ける。全員金庫室に入り、お宝をいただき、秘密の通路から姿を消す。説明は以上だ。質問は？抜かりはなさそうだが、もし何か深刻な問題が起きたら。各自それぞれの方法で対処する。それだけか？この仕事に友情の余地はない。それ以外の警備対策や罠があると思うか？用心するべきことは特に危険なものはない。ここ1階には塔の鐘につながるロープがある。誰かが鐘を鳴らせばまずいことになる。鳴らさない方法は？ロープを引かないことだ。言ったように競売場は無人になる。問題は起きんぞ。金庫室はどうだ？どんな警備がある？扉がある。だがお前が対処できるはずだ。他の問題は発生に応じて解決する。他にあるか？誰でも思いつく話だとは思うが、脱出に秘密の通路を使うつもりなら侵入にも使ったらどうだ？いい質問だわ。どう？あらゆる通路には両端がある。そうだ、片方の場所は金庫室の内部だ。もう片方は町の地下のどこかだが、場所がわからない。なるほど。だがもしも場所がわかればお前たちに頼みはしない。探したとも何度もな。他にあるか？いいだろう。準備を始めよう。さっさと終わらせたい。真夜中きっかりに塔の脇にある入り口で合流しよう。全員決して尾行されないようにしろ。俺は弊社の料理人と話をつけておく。顔を隠さないのか？北方に俺の手配書が掲げられてない町は存在しないぞ。任せておけ。あと一つだけ。衛兵隊に密告したり、酒を飲みながらこの話をしたりすれば、俺自らの手で殺すから。誰かが喋ることをそれほど恐れるなら、全員ですぐにそこへ行こう。反対意見は？時間が必要なものは？では出発だ。